運んでまいりました。ストークです。浮世の獅子続きから内容を運んでまいります。前回勝海舟が実は坂本龍馬だった。で、坂本龍馬のですね、身代わりにこの主人公がされるところをなんとかな、皆さんの協力あって助け出されたというところで、今度は体を癒して次のことに進めていくっていうところで進めていきます。今回の装備ですね、装備がちょっと見にくいかな、装備が仕込み杖ですね。で、服装に関しては、虚無僧の服でございます。ではストーリー進めていきましょう。もう最終話ですからね、大詰めでしょう。あやてぐる糸、出歩く姿を見るに体の調子は戻ったようだな。義知様、その勝先生の居所は？いや、さすがにこの国の歴史を陰で操ってきた者たちだ。簡単に網にかかるほど甘くはない。道しるべ、義知様に話を聞いたときはどこのおとぎ雑誌かと思ったもんすけど、幕府の将軍に無礼なやつだな。長次郎に言われたくないっすよ。私とてそうだ。先代家持ち公に話を聞くまではな。でも義信様の忠告があったから体調を守れたっす。それに二人をかくまって幕位も手配してもらって義信様には感謝の言葉もないっすよ。礼はもうよい。目が覚めたと聞いた。話はできるのだな。はいっす。心情は向こうなんで、そっちに案内する必要はないよ。サナコさん、起き上がって大丈夫なんすか？大丈夫。まだ歩くのに慣れが必要だけど。すまぬな、千葉。横になっていて構わぬのだが。いえ、少し動いた方が頭に血が巡ります。そうか、では聞かせてもらおう。あの夜、そなたの身に何が起こったのかを。はい。何？勝海舟の本当の名が坂本龍馬、そう話をしていました。おかしいっす。自分が殺されるから隊長を代わりに殺す？そんなへりくつの通らない話で二人は殺されかけたんですか？いや、それが道しるべだ。我々の理屈と彼らの理屈は違う。違うわ。いえ、勝海舟と中岡慎太郎の理屈は何でもありません。あったまきたっす。本当に勝先生は俺たちをたばからっていたんですね。ぶち切れんだ。中岡の野郎だぜ。舐めたまにしやがってよ。二人だけじゃない、大浦慶もよ。はっ、そんなはずないっすよ。確かに聞いたの、大浦慶は勝海舟の実の姉よ。姉子が姉？いや、姉子は姉っすけど。いやいや、ありえませんって。あの人まで俺たち裏切ってるはずがない。だってもクソもあるか。私はこの目で見て耳で聞いたの。あの大けだ、覚えてなくて無理ねえけどよ。だけど瀕死のさなこちゃん運んだのは姉子なんすよな。あの女が？でもあの時奴らと一緒に、うん、やることは決まったな。将軍さんよ、勝のじじいどもは俺様と隊長に任しとけ。オーラ K のところに行くつもりか？敵にしろ味方にしろ何か知ってんのは間違いねえ。このままじゃ腹虫が収まらねえだろうがい。確かにそう、あの女締め上げないと。まずいっす。さなこさん無理っすよ、まだ体だって。治った、絶対行くから。置いていったら殺す。目が覚めた途端これですよ。はい、では真実を知る大浦慶ですね、姉子のところに行きましょう。多分姉子に会うっていうことだったら、長崎出島に行かないといけないんで、移動すると思うんで、ここはカットします。はい、では大浦屋に着きましたので、ストーリーを進めていきましょう。大浦経由ストーリー進みましょう。
当に全部知ってたんすか？勝先生のこと、中岡さんのことも。そして、道しるべのこともね。答えてください！あの子はずっと、俺たちを騙してたんですか？向こう水な奴らだ。龍馬も中岡も、そして道しるべも、あんたらは死んだと思っている。逃げるなら今しかなかったものを。わざわざ命を捨てに来るとはね。姉子、俺たちは話を聞きたいだけっす。聞いたところで無念が増すのみ。ならば何も知らぬまま死なせてやろう。それが私の情けだ。サネ子さん、下がっててください。その体じゃ無理っす。諸行無常。はい、ではオーラケイトのバトルです。この仕込み甘いよ。見えた。報いを受けな。甘いよ撃てな。おっしゃ。はい、アネゴさんを倒していきますぜ。浮かねえよ、こいつ。おい、おい、ああ、嘘。浮かない。なぜこいつ浮かない。二王の拳、神王か。薩摩の将軍。出会った頃に比べれば、多少はマシになったようだな。だが、ここまでだ。まるで逃げてほしそうじゃねえか、大浦の姉ちゃんよ。バカは死なねばわからんか。バカでもわかるっす。俺は、姉子に稽古をつけてもらったんだ。姉子が手加減してることぐらい、お見通しっす。手加減されることに関しちゃ、宗光は達人級だぜ。それ、自慢になってない。たくあんたたちは、よくも間の抜けたことを言う。中岡の言う通りか。情が移っちまったのかもね、私は。はい、じゃあ手加減して、あ、まあいいや。海援隊本部、なんだか懐かしく感じるっす。そうだな。この部屋ももう意味がなくなってしまったな。姉子も道しるべなんですね。いや、私は道しるべじゃない。違うわ。嘘よ、私たちを襲ったあの日、勝海舟と話をしてたじゃない。あなたは勝海舟の坂本龍馬の姉なんでしょ。その通り。だからわかるだろう。姉が弟に協力するのは不思議なことじゃない。普通のことさ。普通ですって。私たちを殺そうとしたくせに。だから止めに行ったんだよ。少し遅かったが。あいつは道しるべに入って変わってしまった。だけどこの国の未来、その言葉に取りつかれてしまったんだ。オーラの姉ちゃん、勝のジジイは一体何しようとしてやがんだ。それが道しるべの目的、それがあいつの目的でもあるのさ。道しるべには三つの目的がある。一つ、聖天の予言に従いこの国を陰で操ること。二つ、その予言を実現するための偉人を育成すること。偉大な人の偉人っすか。例えば織田信長とか豊臣秀吉とか。ああ、その偉人だ。聖典には偉人の名が記されているらしい。奴らは偉人を育て上げ、世に送り込み、この国の歴史を操る。おい、送り込むなんて簡単なことじゃねえだろ。僕は信長です、織田家に入れてくださいなんて通じるか。通じる。本人と入れ替わるだけだからな。入れ替わる？聖典に書かれた偉人たちはもともといるんだよ。例外なくな。もちろん自覚なく生きているものが大半だろうが、
その本人を殺し入れ替わる。たったそれだけのことさ。顔や声は化粧や医術、訓練によって作り変えるらしい。そこまでして。もちろん本人が奴らに教育されることもある。それがきっと私、記憶が少し曖昧だけどね。なら体調も？うん。こいつは偉人の名を与えられなかった七子、いわば落ちこぼれだ。七子は道しるべの先兵となる。薬で心を消されてな。だからその前に私たちは逃げ出した。信じらんねえ話だな。おい、で三つ目の目的は？徳川幕府に奪われた聖典を取り戻すことだ。聖典出てきますよ。何なんでしょう。聖典が奪われた。おいおい、それおかしくねえか。なら道しるべは予言とあれはどうやって知るんだよ。違うだろう。どうもこうもない。今の道しるべに聖典の内容を知る者はいないのさ。だがよ。じゃあ奴らは鳴りを潜めてたってのか。だから、いや、あんたたちも知ってるだろう、聖典の予言に似たものを。高橋博重の構成百景。そうだ。ああ、構成百景を聖典代わりにしてたのさ。これまではな。あ？これまで？それでな。構成百景に書かれているのは龍馬の暗殺、大宮事件までなんだ。おかしいっす。じゃあ道しるべたちはこの先何が起こるか知らないってことっすか？だから。ああ、奴らも焦ってる。一刻も早く聖典を取り戻したいならしくてな。このままでは目指す未来がわからないだから。へっ、道を教えてもらわなきゃ何もできねえガキかよ。つまり勝海舟も中岡慎太郎もその聖典を探してるのね。います。姉子、聖典はどこにあるんですか。おいおい、私が知ってるくらいならとっくに見つけてるさ。中岡が矢で掴んだ話だと代々徳川の将軍が受け継いでるらしいが。将軍？じゃあ慶喜様が。おいおい、ひょっとして慶喜さんヤマメじゃねえか。行くっすよ。隊長、すぐ京に戻りましょう。最後に一つ教えて、どうして私を助けたの。ほんとどうしてだろうね。気まぐれとしか言いようがないな。あるいはあんたたちに弟を止めてほしいと期待しているのかもしれん。そんなの勝手よ。勝手すぎる。けどお礼は言っておく。ありがとう、お姉さん。勝手か。違うな、私は卑怯なんだ。私には選べなかったんだ、弟とあんたたちを。はい、では慶喜様を守りに江戸に多分行くんですよね。京都に戻る。じゃあ戻っていきましょう。また移動フェーズなのでカットします。ここ京都っすよね。新選組と薩摩の兵。薩摩、大久保さんが戦を。そんな。わからない。でもあの男が絡んでるのは間違いない。宗光、ここにいてもしょうがねえ。さっさと西本願寺に行くぜ。壮絶なことになってますね。犬たつ戦争挑発。ってHop!
はい、行きましょう。行って、何あれ、見たいよ。おいと、おい、おい、一定じゃないかよ、見ろ。さあ、行くぜ、行くぜ。行けない。回数パターン。ほい、さあ行きましょう。鉄砲兵だな。オッケー、連発機銃兵じゃ。よし、はーい、さあ行くべ行くべ、西本願寺に向かいます。敵もどうなんだろう、そんなに強くない感じだから、あの大砲さえなんとかするけど、おい、重い、一人落ちしてるよーと、痛い、はい、やば、はい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 、さあ行きますせー、危ないな、危ないよ、危ないよ、ほう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 、はいはい、おお、さなかさん、さなかさん、ちょっと待って、やめ、やめりこいつ、あ、ほうほう、よいしょ、まだいますね、目の前に。おい、投げます、さあ本願寺の方に行くぜ。なんか裏から来ちゃった、目の前の方じゃないですね、なんか、ほい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 、後ろから来てますけど、まあいっか、ほいほいほい、処理落ちひどい、ほいほいほい、はいはーい、おっと、いった、もっとあとちょっとのはず、はい、投げます、
あ、チーム持ってますね、こいつ。よくないですよ、そんな銃使ったら。危ないじゃないですか。なんだろうな、勝たなか。連発機銃ちゃあなたさんになんてことしやがる。ほいほいほい、ほいほいほい、ほい、行くぜ。はい、着きました。こりゃ遅かったか。そんな、あ、シーバ殿か。心配しないで、すぐに手当てを。戦車のことよりも上様を頼む。吉信様は無事なので、我らが踊りとなり抜け出された。しっかりしなさい。はい、じゃあ上様、吉信様はもう逃げられてるっていうことで言うんですが、他に生きてる人はいないみたいです。きっと俺たち呪われてる。隠れ家から何度目っすか。おいおい、バカ言ってねえで行くぞ。吉信さん追っかけるんだろ。待って、闇雲に追いかけても薩摩兵に襲われだけよ。当然だな。佐渡子に言われなくても分かってら、来た道思い出してみろって。祇園や洛中は薩摩の兵で溢れてやがったとなると、島原しかねえだろう。はい、じゃあまた戦闘になるのかな。島原へ向かえ。行きましょう島原へ。もう戦うのめんどくさいよ。行かなくていいだよ。舐めてもらっ、舐めてもらっ、舐めてもらっ、舐めてもらっ。おー、いっぱい出てる。行きました島原。何の相手に知られませんよ本当。大門が閉じてる。おい、開けてくれっす。嵐を呼ぶぜ。こうなる方法は一つ。宗光、鴨川を歩いて渡れ。ほうほう、それは無駄だ。あ、他に方法あんないから。このままだと、ちょっと扉が開いていくよ。島原はまだ安全みたいだね。桜木太夫、ありがとうっす。なんだよ小娘、まだ俺らが道しるべだと思ってんのか。あんたさんらもうちと同じやったんやな。吉信様に聞いたわ。堪忍な。吉信様ここにいるんすか。来てはるよ。新選組の隊長さんら引き連れてな、うちの部屋にいてるさかい、会いに行けばよろし。小娘の部屋だ。また罠じゃねえだろうな。前みてえな縛りプレイはもうお断りだぜ。女の嘘を姉に持つなんてちっこい男のすることや。まあちっこい上に人形だし。おい貞子。はい、では今回はここまで。次回はこの続きの内容からプレイをしていこうと思います。ゲーム実況はストークでした。バイバーイ。